はい、皆さんこんにちは。今日はですね、視聴者の方からまたご質問というかテーマで取り上げてほしいというテーマがあったので、そちらについて、動画で、まとめてみたいと思います。で、このテーマなんですけど、ポルシェのね、独特の香りみたいな、ポルシェ臭みたいなねのがしますよねみたいな、あれってなんすかねみたいなのが、ちょっと取り上げてほしいということで、視聴者の方からいただきました。で、僕もね、確証はないんですよね。で、いろんな、僕も調べてみました。ポルシェのオーナーさんの、ブログで、いくつか見てみたんですけど、やっぱりこのポルシェ独特の香りがする、特にクーレポルシェなんか結構独特な香りがするんで、わかるんですけど、なんだろうな、いくつか説があって、内装の、接着剤とかじゃないかっていう説と、あともう一個がその、空冷とかは特にそうなんですけど、エンジンから取り込まれる際、空気を入れるときに、オイルがそこの過程でなんか焦げたりとか酸化したりとかして、その代わりと内装のその、パーツというかいろんなものが混ざって、そういう匂いを醸し出してるんじゃないかみたいな、いう一応この2つの説が今上がってるみたいですねと。で、特にそれについてこれだって決めてはないみたいくて、オーナーさんの中で何だろうね、ポルシェ臭はみたいなのが、疑問としてあるみたいですねと。僕も確かにそう言われれば、救急車に乗った時そういう匂いしてたんだなっていう、そういう香りというんですかね、独特な香りですね。分かんない、乗ったことない方はちょっと想像つかないと思うんですけど、ケミカルの香りですね、化合物、化学的な何かですね。で、特に、空冷とかはシートはね、レーザーシートなんで、あとはプラスチックパーツ、ダッシュボードとかをオプションでレザーにしてないものの方が結構多いと思うんですけど、そういうレザーオプションでつけてなくても結構その香りはすると。だからレザーの香りじゃないよねみたいな、その座面とシートとその一部のところは革で覆われてるけど、革の香りじゃないんじゃないかみたいないうのがあって、確かにそうだなみたいな。救急車の時も確かに革シートは革だったんですけど、なんだっけな、のダッシュボードとかそのドアのところのはこの辺とかねは全部プラスチック、とか合皮だと思うんだけどで覆われてるんで、確かにそのレザーのなめしの時のそういった匂いじゃなさそうだなっていうのは、僕もなんとなく違うそうだなっていうのって、あと内装とかに使われている接着剤とかそういうもんじゃないかみたいな説があって、確かにそれもあるかもしれないなみたいなっていうのもあるんだけど、で僕がねそこでふと思ったのが、僕車屋さん時代に901型の911T、を商品車でそれを磨くっていうことを 2,3 日かけてやったことがあって、ずっとそこで匂いっていうかね、そのポルシェ臭をずっとその2日か3日間がずっと嗅いでいたんですよね。で、確かに中に入ればね、そのポルシェ臭で満たされてるんだけど、その時の記憶結構思い出したんだけど、近づくだけでね、だいたい30センチくらいまで近づくと、開けなくてもね、30センチぐらいするとね、もうしてくるのね、その香りが、そのケミカルの香りが。で、それでポルシェの好きな人たちはそういう香り、独特な香りを、フェチな人はね、そういうのが好きだとは思うんですけど、僕はね、そういう体験から言うと、おそらく接着剤とかじゃないんじゃないかなと思ったんですよね。だから今2大説として、レザーとかそういう内装に使われているものを何かから発せられるっていう説っていうのと、その接着ボディのとの中のね素材
をくっつけるときに使う何かの接着剤的なものっていう2つの説があるんだけど、ここにもう一個ね、僕として、僕もいろんなポルシェが好きだから、そういう生産工程の動画とかね、まあ、DVD でナショナルジオグラフィックからスーパーファクトリーシリーズっていう DVD が出てましてね、まあ、YouTube とかに上がってないんですけど、まあ、僕もさっき調べてみたら、YouTube では上がってないんですけどね、ちゃんと買わないとダメなんですけど、そこに、僕が持ってるのは997のシリーズの生産工程が全部、動画でされているものがあって、それとかも僕が買ったのがね、2010年頃に買ったんですよ。その DVD ね、あの993手に入れる前ですね、にそれを見て、絶対手に入れるぞとか思って発奮するためにそれを買ったみたいなのもあるんですけど、それの中に、見るとですね、いわゆる、塗装の工程で使われている、まあ、塗装ってご存知の方いらっしゃると思うんですけど、何重にも重ねて塗るんですよね、下地材とか、それから、なんだっけな、錆がつかないようにするためにそういった下塗り剤っていうのを使う、塗るんですけど、電解層とかに入れてね、多分そこで使われている、塗料、塗装というか化合物が匂いになって現れてるんじゃないかなと僕は思ったりするんですよ。なんでかっていうとですね、実はトランクルームとか開けるとそういう匂いするんですよ。911の901の T とか、あの辺のすごい古い、ナローのポルシェもそういう香りするんですよね。で、開けなくても近くにいただけでそういう香りがするってことは、おそらくボディ全体からそういう香りがしていて、だから僕らが気づくのは、実際に乗ってみたときに、この内装ね、ここら辺からするんじゃないかっていうふうに思うんだけど、実は全体、ボディ全体から匂いが出てて、で、まあ、ボディ、中に室内入ると、そこはまあ、密閉じゃないけど、閉鎖空間になってるんで、匂いが立ち込まれてるんだけど、実は全体から匂いが漂ってて、みたいな、匂いんじゃないかなっていうのが僕としてして、可能性としてしてあるんじゃないかなと思いました。ただこれも別にポルシェの人から聞いたわけでもないし、なんかそういう、なんていうかな、生産工程の中で、まあポルシェの、本国ポルシェの工場とか行ったら多分そういう匂いで充満されてんじゃないかなと思ったりとかするんですけど、なんで、まあ、今一応僕のこうなんじゃないかっていう説を最後にね3つ追加して、皆さんもね、他にもなんかこうなんじゃないかみたいな、いやいやそれ違えよみたいないうねご意見があったら、ぜひともコメント欄とかに書いていただいて、このねポルシェ州ってどこから知ってるんだろうねみたいなのをね、皆さんと一緒に、探求していきたいなと思います。もしかしたらポルシェジャパンの人とか見てくれたりとか、もしポルシェ王国の人とかたまに見てるらしいんで、僕の動画でそこの人がコメントつけてくれるかもわかんないんで、いやそこ違えよみたいな、実はあの香りだよみたいな言ってくれるかもしれないで、皆さんと探求してみたいなと思います。はい、という形で、今日はですね、いつもコメントいただいている方が、ポルシェ州ってどっからなんだろうねみたいなのをテーマとして取り上げてみました。皆さんからね、なんか取り上げてもらいたいコメントとか、テーマとかありましたら、ぜひともコメント欄とかに書いていただければなと思います。僕が答えられるとかも取り上げられる範囲でね、取り上げてみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、今日は動画面白かったと思う方は、グッドボタンなどしていただいて、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。はい。